妹の携帯。まだまだスマホなんてものはなくて、みんなガラケーだった頃。私は大学生で妹は高校生だった。妹は歳の割には見た目も言動も幼いところがあって、両親も私も妹を心配して溺愛していた。ある日曜日、妹は友達と遊びに行った際に携帯を家に忘れていった。父も母も外に出て、家に一人で残っていた私は魔が差して、妹の携帯を覗き見てしまった。なんとなく、ファイルを眺めていたのだけど、そこはプリクラの画像だったり、友達の画像だったり、平和な内容ばかりだったので、ああ、癒されるなぁ、なんて思いながら携帯をいじっていた。そして、動画もあったので、何も考えないで再生してみた。そこには、シャワーのある部屋で、上半身はブラウス、下半身は下着姿の女の子を複数で笑いながら蹴ったり、シャワーで放水している動画ファイルが3つあった。想像もしていない内容に心臓が縮み上がった、というか驚きすぎて苦しくなったのを覚えている。とりあえず、何回か再生してみたのだけど、動画でいじめられている女の子は、妹ではなかった。いじめている側は声は入っているけど、手や足が入るくらいでほとんど映っていなかった。撮影している人物に、うちらは映すなよと言っていたし。そのうち母が帰ってきたので、慌てて携帯を元の場所に戻した。もちろん、見たものを話す気にはなれず、しばらく一人で悩んだ。あの動画は本物なのか、妹はいじめの加害者なのか、あの場に妹はいなかったとして、妹の高校で起きていることなのか。動画の女の子のブラウスは妹のものに似ていたけど、妹の高校の制服はありきたりで特徴がないため断定できなかった。女の子を蹴る足も裸足だったし、悩んで、仲の良かった友人、男、に相談した。すると彼は、それはきっとアダルトなサイトからダウンロードしたんだよ。高校にそんなシャワーの施設がついてるわけないよ。と笑い飛ばしてくれたので、そうか、妹がそんなことに加担するわけないしね、と、無理やり自分を納得させた。それとなく妹に学校生活について聞いてみたけど、毎日楽しい、うちのクラスはみんな仲良し、いじめなんかないと笑っていた。時々動画のことが頭をよぎって問いただしたくなったけど、こちらも勝手に覗いた罪悪感もあって聞けなかった。気がつくと妹の携帯は変わっていて、ああ、完全に聞く機会逃したなと、諦めた。冷水や熱湯をかけられ、泣きながら服を脱いだ女の子なんて、いなかったんだ。あれはそういうアダルトな動画で、思春期の妹がなんとなくダウンロードしただけなんだと思い込むことにした。現在、私も妹も結婚して子供がいる。今でも仲は良くてよく会うのだけど、この間会った時に高校の頃の話になって、妹がこう言った。私の高校は当時建て替えたばかりで、施設が最新で良かった。特に部活動のために広いシャワー室がついていて、よく忍び込んで遊んでいた。男の子も一緒に水遊びをしていた。本当に楽しかった。聞いた瞬間動画の光景が蘇って、鳥肌が立った。でも、動揺を隠しながら、そうだったんだと笑うしかなかった。もう証拠なんてない。あったとしても今更どうしようもない。墓まで持ってくしかない。からし。シューマイ買ったりするとついてくる小袋のからしってあるじゃん。俺からし苦手だから、なんとなく冷蔵庫に溜めてしばらくしたらまとめて捨ててるんだけど、この間も納豆とかおでんで溜まったからしが20個くらい冷蔵庫にあったんで、ゴミの日に捨てたんだよね。ゴミの日の次の日、仕事から帰って郵便受け開けたら、そのからしが入ってんの。多分捨てた分全部。めちゃくちゃ気持ち悪くてさ、思わずゲって叫んだよ。不要チラシのゴミ箱に全部捨てた。自分のゴミを開けた奴がいたのも気持ち悪かったし、それが俺の出したゴミだって分かったのも気味が悪かった。管理会社に言おうかと思ったけど、捨てたからしがポストに入ってましたなんていうのもバカっぽいと思ってやめた。そしたら次の日、仕事から帰ってポスト見るとまた入ってるんだよ、からしが。気持ち悪さを通り越してゾッとしたよ。だって、不要チラシのゴミ箱はマンションの内側の郵便受けの受け取り口側でオートロックの中だから、住民じゃないと取ることができないから。俺はからしを持ち帰って、ティッシュに包んでガムテープで留めてゴミ箱に入れた。
それからしばらくは何事もなかったんだけど、この間コンビニのレジで引いたくじでグミが当たったんだよね。俺は甘いもの食わないから申し訳ないけどそのまま捨てたんだ。そうしたらまたそのグミが郵便受けに入ってんだよ。からしのことが蘇ってまたゾッとしたけど、グミを持ち帰って、開封してバラバラにしてゴミと紛れさせて捨てた。この時管理会社に言えばよかったんだけど、グミがっていうのもまたバカみたいでやめた。ゴミを捨てた次の日に、またグミはポストに入ってた。ゴミは掃除機のホコリとかシュレッダーの細かい紙かすまみれだったのに、グミは一個ずつ洗ったみたいで綺麗だった。周りの砂糖が落ちてて湿ってた。グミは気持ち悪すぎてその場でいらないチラシにくるんで、コンビニのゴミ箱に捨てに行った。さすがにこれは嫌がらせだろうと思って管理会社に行った。管理会社はエントランスの防犯カメラを確認すると言ってくれたので、これで犯人がわかるだろうとちょっとだけ安心した。仕事中に管理会社から連絡があって、留守電に郵便受けの件でお伝えしたいことが後あったんで、かけ直してみたら犯人と思われる人物がカメラに映っていた、とのことだった。犯人が俺の郵便受けにグミの袋を押し込んでいる姿と、2回目に裸のグミを郵便受けに入れてる姿が、しっかり映っていたらしい。てっきりマンションの住民だと思っていたが、どうやらマンションの住民ではないようで、からしの件は他の住民が入室するときに同時に入り込んだのではという話だった。その犯人の特徴を言われたのだが、それがまた気持ち悪かった。腰まである黒髪の女で、終始うつむいていたため顔はよく確認できないが、30代から40代くらい。消火兵の膝下くらいのワンピースに、カーディガンを着ているが洋服はシワシワ。スーパーの袋のようなビニールを手首にかけており、そのスーパーの袋からグミを取り出し入れている様子が確認できたということだった。心当たりはありますかと聞かれたが、全く心当たりがなく、ただ気持ち悪さが増すばかりだった。警察に言いますかと言われたが、とりあえず大丈夫ですと言ってその日は終わった。グミ事件から俺はゴミ出しに慎重になって、24時間ゴミ捨て場だけどなるべく回収ギリギリに出すようにした。起きてたら深夜か、早朝。毎週月曜日と木曜日がゴミの日なんで、明日ゴミの日なんだけど、さっきマンションの向かいにあるコンビニに行って帰ってきたら、女が俺のマンションの脇の電柱の陰に立ってた。管理会社の言ってたそのまんまの女だった。髪が長くて、くたびれた服着て、ぐしゃぐしゃのスーパーのビニール袋を手首からかけてた。女はゴミ捨て場をじっと見ていた。部屋に戻ってきてから震えが止まらない。なんなんだよあの女はマジで気持ち悪い。どうすればいいかわからないが、とりあえず明日ゴミを捨てるのはやめようと思う。このことを話してた友達と電話してたんだが、とりあえず不審者がマンション前にいると通報したらどうかという話になった。今ベランダから覗いたらとりあえずいなかったので一旦保留に。今までのを見てると食べ物だけ入れられてた。たまに弁当の残した漬物とかも捨ててたけど、それが入れられたことはなかったけど。狙われてるのって俺だけじゃなくて無作為なんじゃないかと思ったんだが、同じような案件あったか管理会社に聞くの忘れたけど、言ってこなかったからやっぱないのかな。今からゴミ捨てとか怖すぎで無理。明日上司に話してみるわ。警察沙汰になるかもだし。漬物は薬臭くてまずかったんだ。すまんな。父の部下。10年くらい前の話。私が高校に上がってすぐくらいの時、父が職場の部下を家に連れてきた。見た目は平均的なおじさん。当時35歳くらいだったのかな。ちょうど日曜で私も家にいたので、母に命じられてお茶とお菓子を出して、挨拶だけしてそのまますぐ引っ込んだ。そしたら次の週の日曜日に、その人がまた家に訪ねに来たけど、両親にものすごい形相で絶対に出てくるなと言われた。言われた通り部屋に引っ込んでいたら、玄関先で部下の人が騒ぐ声が聞こえて、しばらくしたら警察の人が来てその人を連れて行った。後で事情を聞いたけど、その人は最初に私と会った翌日。お嬢さんとの結婚の話ですが、入籍はいつにしますか？と言い出したらしい。父が何のことかわからないと返すと。会わせたのは結婚させたいからだろう。目が合ったからお嬢さんが自分に一目惚れしたのがわかった。という部下。そんなつもりではないと何度言っても、部下は、二
通は娘にお茶を出させない、娘の気持ちを踏みにじるのか。と息巻き、上に書いたように日曜日に我が家にアポなしで勝手に突撃してきた、とのことだった。花束まで持っていたらしい。突撃してきた時も、部屋にいる私に向かって。一緒に逃げよう。親の言いなりになってはいけない。と叫んでいたとのこと。それで、その後医師の診断を受けて、部下の人は統合失調症であることが発覚したらしい。父は家に招くまでは部下を特に異常だと感じなかったらしいけど、家で話した時からちょっとおかしいなと思い始めたとのこと。その人は会社で、〇〇さんのお嬢さんと相思相愛だったが、〇〇さんに邪魔された。お嬢さんにはかわいそうなことをした。と言いふらしていたらしいけど、すぐ病気が原因で退職して、田舎に帰って入院することになったので、誰も信じなかったというのが救い。ちなみに私は惚れてもらえるような美人でも何でもない、その辺にいるような女子高生だった。病気って怖いなと感じた体験でした。